岡田監督、ねえ、外野が深いなとは思ってたんですけどね。阪神は1点を追う7回西一、二塁、大山選手の浅いフライがレフトのサンタナ選手の前に落ち、ラッキーな2点タイムリーヒットとなり、逆転に成功しました。高津監督は、7回の表裏はちょっといろんなことがあって、僕の采配ミスもあったかなと思います。ところを、松本外野守備走塁検索戦コーチは、僕の指示で外野を下げて一塁ランナーを返さない守備位置を取った、僕の指示が深すぎたんじゃないかなと思います。と話しています。また、岡田監督は試合後のインタビューで、まあ、後ろ言うても、どうなんやろうな、俺もわからへんけど、ベンチで見とったらだいぶ遠かったで、はっきり言うて、と外野の守備位置について話しています。最後は不運なヒットを打たれ逆転負け、高津監督が采配ミスを明言するのは珍しい。7回のあのミスは5回の近本の三塁打が伏線だった。わかるけど、それにしても深かったね。まあ、サンタナに守備固めを出すのも難しい選択。向こうはこの3戦、村上を完璧に抑えてるけど、こっちは大事なところで近本中のコンビにやられてる。阪神としてはヤクルトが一番嫌な相手。今日は助かったよ。もしよければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。次回もぜひご覧ください。